ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、正月とかあんまり好きじゃないバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりなので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。ですね、正月とか、ね、春節とか、ね、僕、ね、正直あんまり、ね、好きじゃないんですよね。強制的に休まされる割にはいろんなお店とか、ね、そういうものが開いてないという、ね、なんかそういう悲惨な状況なので、まあね、みんななんかほら必要な時に働いて自分の好きな時に休める方がいいと思うんですよね。みんなでね、いつ休むか、その休む、日取りをねずらせる方が僕はね効率的だと思ってるんで、まあ、強制的にね、まあ、国の、ね、記念日とかでね休まされるのは、僕は好きじゃないです。非効率的だと思います。はい、今日の、ニュースなんですけどもね、まあ、リスナーさんの方から、ね、質問があったんですよ。中国の、食料問題についてちょっと話してみてくださいと。それでですね、僕食料の量のことだって思ってたんですけども、まあ、最近のニュースでね、別な問題があるっていうのが出てたんで、それについて、ね、皆さんにね語ってみようと思います。中央人事コンソーホイだから、中央経済、工作会議、中央経済、この工作っていうのはね、まあ、仕事みたいな意味で、取っていただければいいと思います。だから中央経済仕事会議でいいと思うんですけども、そこで会議された内容なんですけども、まあ、中国のね、中国国産の、農作物の、種子が足りないと、いうことですね。だから国産率が異様に低いと、そういった状況なんですよね。中国はですね、まあ、農業大国なんですけども、その種子はね、あんまり国産がないという話なんですよね。水稲、まあ、稲と小麦のね、種子の国産率っていうのは、非常に、高いんですけども、トマト、玉ねぎ、ナス、人参、ホットペッパーだから唐辛子、シーランフォアブロッコリー、などの、種子はですね、輸入に頼っていると。あとユーミ、トウモロコシとジャガイモの、種子もかなり、輸入に頼っていると。例えばですね、トウモロコシの種子はね、ドイツから輸入していて、何が違うかっていうと、まあ、寒さに強かったり、まあ、収穫までの時間が短かったりとか、あと害虫に強かったりとかも、そこら辺がね違うみたいなんですよ、海外産だと。で、海外産のこういった種子っていうのは、中国国産の種子より、何倍、から数十倍の、価格で取引されているようなんですよね。まあ、だから、それだけの値段を出してももう早く生産できて安全に生産できるんで、その農業をやっている人は、農家の人たちはね、それを買わざるを得ないといった状況になっているようですね。それでですね、まあ、輸入している種子のね、重さでいうと大体7200万キロということで、7200万キロって、なんだよっていう、まあまあ、これ中国語の書き方ってこういう書き方なんでね。それでですね、まあ、米ドルにして 4.75 億米ドル、輸入しているようですね。はい、大体ね、50の国から輸入していて、アメリカの比率が非常に高いと。で、まあ、日本もね、果物の種なんかは日本から特に輸入していると。でね、まあまあ、僕はね、日本のこの果物のこの種子もね、非常に優秀だと思うんですけども、まあ、個人的な意見を言わせてもらうと、甘くないやつをたまに選べるようにしてほしいなと思いますね。別に甘いって知ってるといいんですけども、時々いきなり食べてうわー甘いってなることが、まあ、僕個人はあるんで、あともうちょっと硬いやつもちょっと選択肢として欲しいなっていう気はしますね。はい、それでですね、まあ、イスラエルからも輸入をしていて、唐辛子、トマト、などのね、種子が特に輸入されているようです。で、イスラエルっていうのは周りが砂漠で、まあまあ、国土の半分が砂漠で、水がないところで非常に、よく育つように、
まあまあこの改良されているという話ですね。だいたいね、500億米ドルの種子の中の、だいたいね、300億米ドル の、 種子がですね、種子を専門的に生産する会社が、生産したものだそうですね。だから先進国で作っている種子の方が後進国で、ね、作っている種子よりなんかはるかに、まあ、クオリティがいいと、まあね、先進国っていうのは要は種子を作るために、ね、ちゃんと種子を作ってるみたいなんですよね。で中国 の、 国産の種子っていうのは結局農家の人が自分で残してる種子に近いと、そういった話なんですよね。でアメリカとかスイス の、 オランダの種子会社はですね、先にこの無料で提供したんですって。中国の農家に無料に提供してその価値を知らしめてから、その効率の良さを分からせてから、それから有料で売るようにしていくと、最近の、ね、インターネット会社みたいな、そういった手法でどんどん、ね、自分の、会社の、ね、種子を広めていったと、いうわけなんですね。それでですね、1回種子を買って種を買ってどんどんそれ2代目3代目ってやっていけばいいじゃないかって、思う人がいると思うんですけども、2代目からだんだん劣化していくんですって。だからどんどん2代目3代目、やっていくと、もう初代のクオリティじゃなくなっていくんですって。でその初代を生産できるのはその種子を作った会社だけと、そこにはね、なんか、秘訣かなんかね、その秘密があるんでしょうね。企業秘密があるということで、あとね、ほら、太極拳のほら達人とかいるじゃないですか。何代目とか、4代目5代目、6代目とか、なんかそういうのいるじゃないですか。ああいうのね、なんかほら、何がおかしいかっていうと、普通に考えたらその初代からだんだんほら、遺伝的なものがほら半分になっていくんですよね。血を受け継いでるっていうんですけども、遺伝は半分になって、例えば2代でもだいたい遺伝4分の1になってるんじゃないかって思うんですけどもね、そこら辺みんな考えないんでしょうね。で中国の、ね、この種子の問題、要は、ね、クオリティが低いと。でオリジナルの種子が比較的少ないと。それでですね、これチップセットと同じですよ。もうみんなが、中国の社会全体で、時間とお金をかけてじっくり開発していく気がないと、そういったマインドがね、本当にないんで、中国厳しいんです。もうどんなに学歴あってもなんかもうそこ 1,2 年で成果出すようなものにしか興味がないんですよ。だからもう、種をまともに作るのに、アメリカとかね、日本の会社も下手したらね、足掛けもう100年ぐらい経ってるような会社もたくさんあるんですけども、100年近くね経ってるような会社もたくさんあるんですけども、中国はね、なんかもう 1,2 年かけるのも嫌だと、3年かけると、もう5年もほとんどいないだろうと。でもっと10年かけてね、しっかりした種子を作っていこうとしても誰もやらないし、お金も出てこないと。で中国の、ね、上位50 の、 種子会社、が開発にかけているお金はですね、だいたい中国元で15億元ぐらいなんですけども、これはですね、アメリカ の、 大手の種子会社の、1社の、7分の1ぐらいらしいんですよね。それでですね、だからアメリカの会社とかがね、遺伝子操作とか、いろんなね、もうずっと並べていって何十年も研究、統計取って、研究していっているにもかかわらず、もう中国じゃね、もう手で触るとか目で見るとかね、なんか完全に人間の勘に頼っていて、ちゃんとした種子はね、すぐには、もちろんすぐには作れないと。それがですね、中国のね、なんていうの、この農業のね、ネックになっていると、そういった話でした。はい、今日のね、この動画がいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。